でんか。細いやろ。細いっすね。初締めハマチって書いてある。はい。来てみる。ちょっとマシやんこれ。初締めでも先と違うやろ。はい。違いますね。丸々しい。初締めブリって書いてるやんか。はい。これ来てみる。カビ締めって書いてあるやろ。これ神経締めのことや。はい。でその横見てみる。ずっと下離れて。TS って書いてるやん。はい。これなんかわかる ？TS。あ、つも。これがつもと式。あ、そういうことですか。血抜きした。あ、つもと式で。そう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 。だからいいやつ見てみ、いいやつしかしてない。昨日も70本あったうちの6本だけしてる。はい。ほらいいのしかしてない。丸々しよう。この辺でしてない。神経締めはしてない。あ、本当や。TS って書いてない。やろ。そういうやつ書いてないですか。すごくね。こういう仕事をしてる人がおるんよ。これは嬉しいですね。これ定置やんの。これ延岡で、この延岡水産開発って。はい。すごいやろ。だからこれだけじゃなくて、あと時期的に言ったサワラとかもそうなんや。はい。もしてくれてる。力してるんですか。この TS はね、多分ね、半月ぐらい前かな。ああ、もうそんな前なんですね。俺が姫島村行ってる時やったから。まだ違うわ、2週間ぐらい前から。でも、上締めはもうちょっとしとったよ。上締めって何やろって言ったら、神経締めのことやった。はい。で、この人はどんな仕事してんのやろと思ったら、こんな仕事してんの。最近、インスタでつながって、話聞いてたら、やっぱね、すごい量の中から選んでるみたいよ。あ、そうですか。そうそう。これをわざわざ選んで、抜粋して、くさばれる魚の中で。いいやつはつもっと指揮して。そうそうそう。だからこういう人を認めてあげないと。こういうのは高値で買わないと。昨日、競りが2つ分かれて、石鯛と5と。はい。石鯛絶対で終わってしまって。あ、そうですね。今日ほど買わないから。っていうこと。買ったらちょっと撮影してみますね。どんだけ血が出えへん。どういう消化というか。まあ見てみこの 9.7 魅力的やと思う。9.7 短い。はいはいはい。短く感じる。短いです短いです。9キロと一緒ぐらいのあれ見えへん。この9キロ、これお前なすもと。あはい。同じぐらいに見えるわ。だからこの 9.7 めっちゃ魅力的や。これもうちょっと高値にも行くわ。楽しみっすね。じゃあ後で血抜いてみ。はい。はい。一番高値で。みんなやっぱりこれ狙いだったわ。よいしょ。これも出てるこれ。BS を出てる。つもと式。つもと式。じゃあね。はいで。ここ。めっちゃいいやろこれ。うわー楽しみですね。開ける。丸々しょうなの。すごいな、顔ちっちゃいですね。白子やね。これね、本当は女の人がする髪留めっていうのをピンあるやん。こんなピンわかる？はいはいピン。ピンパって髪の毛留めるやつ、髪の毛束ねるやつこんなやつあるやんか。あれのお尻の方でこっち側をついてあげんねんがちょっとだけ。はい。パッて出したら中に白子が入るか卵が入るかで分かるわ。だからもうサバ缶でもこの中にピッて入れればついてくるんですね。聞いたこれじゃないけどこうやってここ前やんか後ろの方にパッて入れたらついてくる。あ、こう後ろの方の穴に入れたらついてくる。この時期はねじゃあそれで卵か白子の一つの手やけど、知らんとこだったら怒られるかい。ああ、ぜひ潰したりしたら潰したりしたらこんなとこついたら怒られるかい。出る中やからやらせてくれるけど、自分が買うやつはね。どんな感じか。もう多分いけると思う。ほらやってるから、あとは血を抜いてみるわ。さてどこまで。穴も開けちゃうね。穴も開けちゃう。これ水が出るか血が出るか。ほらもう水じゃん。あ、もうすぐ水になるね。ちゃんとしてる。完璧じゃん。ここは取らないからね、この色になるのね。はい。じゃあ次内臓をちょっと見てみようか。内臓。こういう時しなってくれるやんか、この包丁。はい、めっちゃやりやすいね。この前イベントがあったんよ、大阪でな。はい、釣り具屋さんのイベント、フィッシングエイトさんの梅田店と一番梅田店と一番の、はい、池田店で、はいはい、これ入った時はね、結構慎重にやらんと、本当はこっちからした方がいいねんけど。薄皮をこうやって薄皮だけ剥がしてくる感じ、なんかつかむような感じ。まあこの時はもったいないから白子やんか。はい。で、結構イベントで、まあね、みんな喜んでくれた今回。で、この包丁の説明来たんやけど、はい、やっぱね、あんまりね、この包丁どう使ったらいいかとか、何がすごいんかとか、あんまりみんな知らない。だから、いろいろそれ教えて。はい、はい。だけど、この包丁を初めに使った人は、この包丁が何がいいか分かれへんねん。この包丁を使った人っていうのは、この包丁を使った方が、わかりやすい。何がいいか比較できる感じ。この油で、これで今からの季節、今ブリの季節やんか。で、身を選ぶのやったら白子。はい、身を選ぶのやったら白子。卵が欲しいのやったら、まあもちろん別に買った方がいいねんけど、身を選ぶのやったら白子の方がいい。本当の方が身がいい。腹が分厚いよ。じゃあ内臓も全然血ないやろ。ほら。ほぼない。ちょっと塊があるだけ。ほら。あんだけ血が多いの。血合いもない。ほら。ここまで、おお、すごいですね。血合いもない。ここまで綺麗にしてもらえると、こういうのっても楽だよ。めっちゃ本当はもっとバーって血入れとかんと、そう出ますもんね。出るやろ全部。で、ちょっと残念なお知らせがあって、はい、今日何日 26? やかね、今日26やね、はい、水曜日やかね、水曜日ね。で、残念なお知らせで、今週の、はい、日曜日だから、3月1日にあった、あるはず予定やった講習会があったり、はい、海洋大学、はい、ね、それがなくなりました。コロナで。あ、マジっすか。昨日分かった。西日本釣り博ってあったんやけど、はい、あれで俺のブースがあったはずやんね、はい、来てくれるって言ったけど、なくなりました。コロナで。コロナで。全部なくなる。まあ、しゃあないわな。もし何かあったら大変やもんな。そういうのせいでな。だからもうそこは悲しいけど終わったんで。またね、なんかもう海洋大の方はね、またするみたい。あ、どっかで。そうそうそう、もう一回ね、じゃないと、うん。だって、まあ、俺の話より、その、ね。そういう、言ったら、学者の話聞けんのがすごいよ。もっとさらに詳しく。さらに詳しく。だから、俺の経験の話と。はい。科学的な根拠っていうのもわかるし、何がすごいのか何が違うのか、科学的に今までの積みってどう違うのかわかるから、両方で突き抜けた情報がもらえるってことですね。ということ。